最近ね、プレステ3のね、バーンアウトパラダイスっていうゲーム始めましたね。これがね、いいですね。まあ、俺ね、レースゲームとかそんなやらないんですけど、基本的にバーンアウトパラダイスは、こう、その、レースをして、まあ、架空の街でレースをして、それで、一番その力を入れてる、そのプレステ3という、まあ、一昔前のスーパーコンピューターのような、性能の高い、コンピューターを使って、一番力を入れてるところが、車が、時速200キロで、高速道路の橋脚にぶつかった時の壊れ方をこと細かにその計算して表示するっていうことにまあすごい力を入れてるゲームで、もうね、なんか、柱にドカーンってぶつかるじゃん。で、ぶつかった途端にスローモーションになるのね。そのぶつかりましたっていうことで、スローモーションになると、まず、前のボンネットの部分が、完全正面衝突とボンネットの部分がひしゃげていく、ずっとひしゃげていって、ある程度までひしゃげたところで、その圧力で、そのひしゃげてる歪みの圧力で、フロントガラスにビシって蜘蛛の巣状にその、ひびが入るわけ。四方八方から圧力がかかるから。で、それが粉々に飛び散って、空中を飛んでるその一枚一枚のフロントガラスに、自分の乗ってる赤い車のボディの色が反射してるところまで行くからね。これでくちゃってなって、すんごいくちゃってなっていって、で、次の瞬間スロービデオが解除されて、で、タイムロスが何秒かあって、普通の車になってまた走ってるから。だから俺の中での解釈は、うっかり居眠りしたんだなっていう、うっかり居眠りして、すごい激突して夢見たわ。大丈夫だったっていうゲームなんだと思ってんだけど、なんかね、そのね、いいなと思うのは、おそらくすごい車好きな人から言うと、違うんだと思うんだよね、なんか。その、リアリティとかそんなないんだと思うんだよね。その、車の走る挙動みたいなもんにおいて、ここまでスピード出して、曲がったらどう車が流れるみたいなのは、おそらくグランツーリスモみたいなのが好きな人にとって、シミュレーターとしての車ゲームが好きな人にとっては多分違うと思うんだけど、俺みたいな車の免許も持ってないやつからしてみると、こんぐらいがちょうどいいっていう。要するに車を動かす、その、ことにおいての苦労みたいのはそんなにしたくないわけない。いい感じの苦労しかしたくないから、そういうところ大雑把なのは嫌じゃないんだよね。また難しいのは大雑把すぎると、俺ら素人にしてもそれはねえだろうなっていうから、なんかこう、野球やらない人にとっての野球ゲームの基準がどこにあるのかわからないけど、俺は車運転しない人にとっての車ゲームとしては相当いいのね。んで、なんつったらいいのかな、ゲームらしいっす。すっごいリアルな衝突はやってんのにゲームらしいバカバカしさで、新しい車が手に入れたいときはその街を走ってるその新しい車にぶつけて、そいつをそのとにかくうまくどんどんぶつけて、コンクリートの壁とかに激突されてぶっ壊すのね。で、ぶっ壊して、完全にそれがポンコツになると、街のスクラップ工場に行くと、それがスクラップになってるからもらえるっていう、すごいルールのもと車がどんどん増えていくんだけど、なんつったらいいのかな、俺さ、バイオレンスなゲームも、レースゲームも好きじゃないのに、そこまで行くと楽しいのね。あれもそう、思ったのは、なんつったっけ？ Xbox 360 のさ、嫌ってほどゾンビがもう、バカじゃねえのってぐらいゾンビが出てきて、そのゾンビを徹底的にぶち殺していくゲームなんだけど、なんつったっけな。あのゲームも、俺、なんか、要するに、人間の形してる、ゾンビとはいえ、人間の形してるものを、こう、倒さなきゃならないゲームがあんまり好きじゃないんだけど、でも、あそこまでだともういいやって感じになってくるのね。で、いよいよやっぱり PS3 に期待するのは、あれとか、クレイジータクシーみたいな、やつ。で、その、バーンアウトパラダイスの唯一、その、足んないなと思うところは、もう見たら、グラフィックを見たら、びっくりするぐらい実写に近い、もう、まあ今時レースゲームが実写に近くてもそんなみんな驚かないとは思うんだけど、それにしてもこんな時代になったなっていう、その昔、モナコグランプリとか小学校6年生とかでやってた時に、こんな風になると思わなかった。だって、自分が乗ってる視点からゲームができなかったんだよ、昔は。なんか上空から見てる絵のドット絵のやつを動かして、
その頭の中でその絵を組み合わせてなんか運転してる気分になってたの。意味わかんないじゃん。上空から見てる絵なのに、ハンドル持ってるのってあんまよくわかんないんだけど、その時代からしたらすげえことなってるなって絵なんだけど、その力の入れようの反面、人が乗ってないのね。人が乗ってないから、粉々になる時にも人が、は出てこないわけ。車が勝手に走って車が勝手に粉々になってる感じなんだけど、あれをね、俺が言ってるのは人を乗せてくれと思うんだけど、人を乗せてほしいんだけど、人が200キロで、橋の、その、高速道路の橋脚にぶつかって圧がかかっていくとどうなるかはとてもじゃないけど見たくないのね。それは、で、それはちっとも見たくないんだけど、クレイジータクシーってプログラムで絶対人が引けなくなってるのね。人は必ずそのぶつかり判定に入ると必ずアクロバティブな動きで避けるようになってるの、ね、プログラムされてるんで、すごいリアルなグラフィックなんだけど、避けてちょっと怒ってこっちを見るっていう、おい、ぶつかったらどうなっちゃうと思ってんだよみたいな感じになってるのね。あれにしてほしいんだよな、なんか。あの、ぶつかる瞬間に、あの、ものすごいスピードで、ドアを開けて、ぴょんって飛び降りるみたいなやつとか、あと、横のレバーを引いて、上にバシューって飛んで、ゆっくり落下傘で降りてくるとか、そういうのになってほしいと思うんだけど、やっぱね、その PS3 のすごいグラフィックでやることは、やっぱりバカなことだっていうのを、改めて感じさせるソフトで、あと、だからすごい期待してやまないのは、アフリカっていうゲームが PS3 が発表される前から、アフリカっていうゲームが出るよって言われて、アフリカのものすごいリアルな動物の絵だけが公開されてきてるんだけど、一切その後の情報が入ってこないのね。ただ、来週のファミ通にアフリカの続報が載るよみたいなことが今週のファミ通に書いてあったんで、いよいよあのアフリカっていうゲームがどうなるかみたいのが、こう、お目見えするんだけど、あのゲーム期待するのは、なんかすごいこう動物うんこを集めてる人が、カバのうんこをね、そーっと拾いに行くゲームみたいな、そういう、いろんな動物のうんこをそーっと拾いに行く、すごいグラフィックとかでも、あれ昨日は入ってなかったのにゾウのうんこにナッツが入ってるよみたいなやつとかで、トングを使って腰につけてるビクにうんこをそーっと形を崩さないように入れていくゲームだったら、俺すげー PS3 応援するし、アフリカもすごい応援するんだよね。普通に単なる動物を狩るゲームのわけがないでしょ。先に言っときますけど、わけがないよね。もしあれが単に動物を狩ったりとか、単にサバンナを走って動物の写真を撮るだけのゲームだったら、俺はまあ別にいいですけど、その好きな方だけどうぞと思いますけど、トングでなぁ、あれもやりてぇなぁ、カバのお産を助けるゲーム。カバが一番、カバはね、意外に動物の中で相当強い動物なんですよ。相当強い動物だからかなり無敵なんですよ。水も入れる上にあんだけでかいですから、毎年カバに襲われて死ぬ人の数が結構な量になるぐらいカバって獰猛なんですけど、あ、弱点はね、お産したてのカバを狙ってる動物が結構いるらしいんです。だからその動物をこう、そのうまく避けながらカバのお産を神の視点で助けてあげるとか、そういうゲームだったら僕はすごい嬉しいですね。あとは本当のジャングルにゆるい着ぐるシマウマの着ぐるみで行って何歩歩けるかのゲームだったらゆるい。で、最初のステージは水飲み場に行ってバッファロー、あのバイソンとかアフリカのイボイノシシとかで一緒に泥水を飲むっていうだけなんだけど、最後の方のステージはあのライオンの群れの真ん中を行ってライオンのヒゲ一本抜いてくるとかありますからね。で、チーターの気配を、チーターの前のでこう気配を消しながらすっごいゆっくり歩いたりとかね、行って、あともしくはすっごい動物の中で着ぐるみのやつがもう一頭だけいるから、そいつのそば行って、お疲れ。言ってくるゲームとかだったら、それだったら、相当な通信対戦ですから、もうすっごい、自分でビビってて、
まあこれ実は落語にちょっと元ネタある、落語に元ネタあるんですけど、通信対戦で自分がシマウマの汚い着ぐるみでやってんじゃんか、向こうからライオンが来て、うわーって襲われたと思ったら、お疲れんて言われた、お前もよかったっていう、そういうやつですよね。で、ほら、二人用はシマウマの前と後ろ、前と後ろをやるから、お前ちょっと後ろが早えよ、ビームとか、前すげえ早えとかもやれんだけど、すごい雄大なその、サバンナのグラフィックを、P3 の全勢力を使って作ってくれたら、まったかいあったよ、アフリカっていう、そういう気しますね。まあ、向こうも着ぐるみって落語からパクりました。